歓迎乗鞍高原温泉って書いてある。乗鞍岳の山頂って乗り換えないといけないんだね。乗鞍高原温泉歓迎っていうところを下るんですね。あっち側にちょっと歩いたところにバス停があるようなので、そこのバス停まで歩いていきます。橋がありますね。綺麗な川が、綺麗な川が流れてますね。バス停ってあれか、あれがバス停なのかな。ちょっと行ってみましょう。これがバス停ですね。乗鞍高原のね、入り口のバス停ですね。バス停の前を川に向かって下ると温泉があるみたいですよ。前、あ、これですね。この下り坂を降りると温泉があるみたいですね。これですね、熊出没注意って書いてありますよ。これ行けんのかな、大丈夫かな。ちょっと行ってみましょう。あ、なんか看板があるな。せせらぎの湯のお客様、ほうほう、下にあるって。乗鞍観光センターの公衆トイレを使用してくださいって書いてある。おお、下にあるみたいですね。行ってみましょう。どのくらい下るんだろうね。温泉の匂いがするな。あ、なんか小屋っぽいのがあるぞ。あの小屋のことかな。あ、これが温泉かな。温泉ですね。せせらぎの湯ありました。ここか。これがせせらぎの湯です。あ、左が女湯で右が男湯なんですね。入れんのかな。で、ドアを入ると脱衣所、脱衣所がありますね。そしてお風呂、綺麗ですね。おーっと、段差になってるな。白い濁り湯ですね。真っ白ですね。あ、ちょっとぬるい、ぬるいな。38度とかその辺ですね。ぬるいですね。ほうほうほう。岩がありますね。そして外が見れますね。あっちが川ですね。川も見れますね。いいですね、川。じゃあお風呂入ってみますか。ね、温泉の匂いがすごいしますね。してね、すごいいい感じです。白い温泉のすごい匂い。してね、ぬるいからね、長湯できますね。いやー、これはいいですね。でこれ源泉でしょ。加水されてないやつですよね。なので源泉 100% を楽しめますな。川が流れてる、源泉ですね。もうね、建物が綺麗です。ログハウスです。雰囲気がとてもいいですね。熊出没多発注意。
熊の親子を今年6月に親子連れのツキノワグマが温泉に入ってたって。マジか。え、マジか。利用は明け方から午後8時まで、気配がなくなるまで脱衣所に閉じこもってくださいって。クマを目撃したら。マジか、クマ温泉じゃんここ。いいお湯だったね。なんかね、すげえツヤツヤになった。ツルツルツヤツヤ、テッカテカになりましたよ。テッカテカ。あ、これが熊鈴ですね。熊よけの鈴があります。さーてと、帰ろう。ツヤツヤになったから帰ります。またね。